被爆者がね、どん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 ずるずる入って、この表玄関も入ってきて、もうだからね、元気な人は、ね、救護にそに当たったんです。私たちはずっと、はい、それでこの日赤 の, あの玄関の広場がありましてね、そこへもうすでにいっぱい、はい、それとはなしにもうね、もうみんなね転んでね、はい、それこそもう水くね、ちょうだい、もう哀れな姿でね、みんなあれでした。はい、で途中からこのね、よぼよぼ姿になって、これ入ってくる姿見て、ああ私はよかった、そう、ああ並んでる、そういう感じのあれでした。そうですね、はい、でだからずーっと看病、看病もうあの1日だけじゃなくて、元気な人は働きでしたから、ずっとそうな状態。そうそう、何日ぐらい、もう1ヶ月ぐらいずっとね、ところ変わって、はい、ね、あのドクターもその治療ある当たるか、そのあれにずっとヘルプしてしました。橋屋さんのそのおかげでかなりあの命が助かった人がたくさんおりますからね。まあそりゃね、本当ね、ひどい、まあやけど言うてもね、普通のやけどでないですよ、もうね、後ろから、うじ、この耳の後ろからうじが湧いてる、はあ、何もないまま、で夏でしょ、暑いでしょ、はい、だからうじが後ろ、耳後ろ、あ、まあそりゃね、まあ顔でもなんていうか、ね、半分割れして、頭の毛は今、みんなハットをかぶってたら、黒いもの、あの黒いのかぶってたらひどい、頭がはげてし、ハットでもね、いうような状態で、まあそれはね、哀れな格好でしたよ、本当、それを見てね、まあ私あんな格好でなくて、ね、そう思って、恐ろしいよりか、その格好そのものがみんな哀れでしたよ、本当、それが続々ね、この日赤の広場やってきて、みんな 寝転んで、もうだそう、それでもう亡くなる人が多いんでしょうね、そうなんです、私の写真を見てもね、そういうあのなんていうか現状が分かる気がするんですよ、でも実際に体験されたかったとかね、もう本当に大変だったと思いますですね。でね、やけどでもね、背中一面にね、今言うように、はい、その吉川さんって人が原爆1号でいつも出てますけどね、はいはい、あの人が皮膚科、私皮膚科勤務の時に来てましたけどね、はい、もう背中一面ですよ、はい、で頭からね、やけど、はい、あらもう、あの惨状はもうどうとも言えない、そうですよね。